どうも、リーダー06、メントスコーラの名乗る者でございます。今日もね、DNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それでは皆様、よろしくお願いいたします。いやー、今日のゲームだったんですけどね、最高のゲームでしたね。今日もね、勝ちましてね、見事ね、中日2連勝しましたので、3連勝ということになりました。それではね、今日の試合の、結果を申しますと、3対2ということでね、見事ね、ヤクルトに勝ちましたね。今日はね、あまりね、言うことがないんですけども、打線の方を、いつも通りね、打線や投手リレーなどの方を見て、思ったことをね、適宜言っていこうかなというのを思います。はい、それではやっていきましょう。まずは打線の方から見ていきたいなと思います。今日の打線はこんな感じとなっております。今日の打線はですね、昨日は倉本選手がショートに入っていたんですけども、大和選手がね、今日は戻ったという形になっております。そして、昨日は7番伊藤選手だったんですけども、7番と8番の柴田選手と伊藤選手を逆にしましたっていう感じですね。それでは1番の上里選手から見ていきます。好調の1、2番コンビの上里選手と宮崎選手だったんですけども、今日はね、2人とも4打数の0安打ということでヒットは生まれませんでした。外選手もね、4打数の1安打だったんですけども、その1本がね、大きな大きな先制となる、先制ホームラン、逆方向にね、流し打ちしてよ、リリー入ったというようなホームランでしたが、まあ、先制となるね、大きな大きなホームランでした。そのね、1本のみとなったんですけども、本当に大きかったと思います。筒香選手はね、2打数の2安打ということで全打席、出塁をしました。本当にね、頼りになる4番バッターかなと思っております。そして、ロペス選手が3打数の0安打ということで、昨日はね、ロペス選手満塁ホームランを放ったんですけども、今日はね、ヒットは生まれませんでした。そして、大和選手が昨日休養日ということで今日戻ってきたんですけども、3打数0安打ということでね、ヒットが生まれませんでした。そして昨日ね、猛打賞の、柴田選手、今日もね3打数2安打とね、1打点を挙げまして、非常にね、大きな1点となりましたね。このね、1点がなかったらね、負けていましたし、本当にね、柴田選手大きな大きな1点となりました。しかもね、3打数の2安打ということで、非常に結果を残してくれました。で、伊藤選手もね、大きな大きな決勝点となります3打数の1安打で1点のタイムリーヒットを打ってくれました。で、今永選手は2打数の0安打ということになりましたね。見て思ったんですけどね、やはりね、右ピッチャー相手だと、やはりね、十分ね、柴田選手は、まあ、通用しますね。やはりね、右ピッチャー相手の時は、セカンドね、柴田選手でもう決定でしょう。やはりね、でもね、左ピッチャーの時は少しね、対戦打率が弱いということもありますので、左の時はね、中井選手を、上げれるタイミングがありで、左ピッチャーの時は中井選手をスタメンにしたいですね。もうほぼね、柴田選手がセカンドスタメンということで決定ではないでしょうか、皆さん。ってことで、次はね、代打などを見ていきたいなと思います。こんな感じとなっております。今日はね、代打は、今永選手の代打に音坂選手が出てきて1打数の0安打でした。守備交代は外選手の代わりに桑原選手がライトに入りました。で、音坂選手ね、今年ね、代打でかなりね、いい成績、結果を残しているんですけども、今日はね、ヒットが生まれませんでしたね。もうね、やはりね、佐野選手について、もうね、代打の切り札的な存在に、音坂選手はなってきましたね。はい、続いてね、投手リレーの方を見ていきます。こんな感じとなっております。今永選手が7回を無失点とね、今日もエースとしての最高のピッチングを、してくれました。で、エスコバー選手も 0.1 回を投げて1失点。パットン選手が 0.2 回を投げて1失点。山崎選手が1回を投げて無失点ということになりました。今永選手はね、今日ね、奪三振が非常に多かったので、今シーズンでね、最多奪三振となる11奪三振を奪いました。ね、球数もね、120球を超えまして、まあね、できればね、完封してほしかったんですけども、まあやはりね、球数が多かったので、7回もね、かなりヘロヘロという感じでしたので、本当にね、7回の場面で、最後ね、2アウト1塁2塁の場面でね、雄平選手をよくね、空振り三振でね、抑えてくれたかなと思います。さすがね、エースの今永選手、ガッツポーズもね、かっこよかったですね。で、その次にね、出てきました、8回で出てきたエスコバー選手が 0.1 回ですだったんですけども、これ最初からね、パットン選手でもね、良かったんじゃないかなっていうのは思ったんですけどもね、そこばっかりはね、まあ、結果論的なことになってきますので、結果的にね、2点、2人で、エスコバー選手とパットン選手の2人で2点取られたんですけども、まあ、結果的にね、本当に追いつかれなくて良かったかなと思いますね。でもね、新外国人のソニス選手もね、中継ぎで取りましたので、そこもね、加入してくるとなると非常に楽しみかなと思います。動画もね、今日1本その動画について上げているので、ぜひね、見てください。そして山崎選手が、
今日もね、1点差でね、山崎選手ね、少し怖いなーって、ね、言いに来るなーってな、少し思ったんですけども、見事ね、今日は三者凡退で抑えてくれましたね。いつもね、山崎選手が投げるときは、キャッチャーをね、三重選手に変えるんですけども、今日はね、伊藤選手のそのまま行きまして、結構ね、相性よく見えましたね。次の登板もね、伊藤選手で、そのままいいんじゃないかなっていう感じがします。結構良かったですね。光選手、伊藤光選手と山崎選手のバッテリー、ぐいぐい行ってましたしね。はい、今日はね、こんな感じで短いですけども、終わっていこうかなと思います。はい、今日はね、本当にナイスゲームでした。明日もね、ルーキーの上茶谷選手がなりますので、ぜひね、援護して、勝利をプレゼントしましょう。こんな感じで今日は終わっていこうかなと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。いつもこんな感じで撮っておりますので、またね、見てくれたら嬉しいかなと思っております。それではね、ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。